れの心配はしなくていい。わかりました。行こう、マリアちゃん。私早く死にたいか。行け。よし、さあ急ごう。
私は知っていた。安藤さんがどこにいるのか。今日二階堂に追い詰められた時、手渡されたメモには明日朝8時に希望の丘教会で会おうと書かれていた。そこで全てを話すから、私の情報も持参するようにと。俺を信じて一人で来てくれ。メモはそう結ばれていた。蘭さんに会って話を聞けば、今こうして私たちが話し合ってるこの事件の謎も見えてくるのだろうか。私はずっと迷っていた。蘭さんにメモを渡されてからずっと。蘭さんの言うように、一人で教会へ行くべきなのか、二人に全てを話すべきなのか、早く決断しないと。時間がない。違うよ、疲れてるんじゃないよ。迷ってるんだよ。やっぱり明日は私一人で行こう。私の最後の賭けだから許してね。
と朝が来た。そんな感じだった。ひな子、影山さんごめんね。でも私、一人で行く。迷ったけど、昨日決めたんだ。心配しないで。私を信じて。希望の丘教会のドアを開けると、そこにはランさんが座っていた。でもそこには、どこか知性があって、そして勢いがあったランさんの姿は消えていた。疲れてひげが伸びきったランさん。でも目だけは、まるで獲物を狙うようにギラギラ輝いていた。追い詰められたランさんを、私は初めて見た。
教えてください、人造人間って。人クローンだよ。クローン？お前、鷲崎剛のことを調べたろ。鷲崎に一人娘がいるのは調べて知ってるよな。はい、でもまさか。鷲崎マリア、 IQ180 と言われるあの子は第1号のクローンの成功例だよ。そんなバカな。 M 計画とは人クローン計画のことだ。今までこの M 計画のためにたくさんのマーメイドたちが涙を流してきた。鷲崎マリアもその例外ではないんだ。じゃあ緑川真子ちゃんは、彼女もマーメイド？もうそんなことまで調べたのか。はい、緑川真子は優秀な遺伝子同士を受精させ、さらに受精の段階で遺伝子操作をしてできた本当の天才だ。遺伝子操作？緑川真子ちゃんの両親は一体誰なんですか？それは